はい、ではここから振り落としやっていきたいと思います。で、今回は最初座るところからスタートするので、ちょっと座ってください。で、右足を伸ばして左足を体育座りの状態にしていきます。で、まず4-8行って、その後立ちで踊る4-8で、全部で8-8進めていくんですけど、最初の部分は結構簡単めなので、その一つ一つを丁寧に踊るイメージで頑張ってみてください。はい、じゃあ行きます。ここから、じゃあまず左足立ってますね。で、手はこう、手のひらを正面にしてあげ、正面というか、この指がこっち向き、鏡向きになるように置いてみてください。来たら5-6-7来たら、ちょっとカウントが難しいので今回歌でいきますね。これがチャチャナチャナナ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 ってくるので、いきます。全然わかんないですね。これがワンで、ここお腹と一緒に右の手を落とします。ワン来たらチャチャラで、これちょっと手だけいきますね。これが一緒に、まず目の下にブン来たらチャチャラで、手のウェーブを使ってあげて、この手首から順番に持っていく感じ。ラララ、OK？ せーの、ブン、チャラララララ。もう一回いきます。せーの、ブン、チャラララララ、OK？ で、2回目が結構早いです。チャラララ、早く。ラストいきます。せーの、ブン、チャラララララ。来たら、このまんまいっちゃいますね。このまま右手をアップして、チャーで、目をちょっと隠すイメージで、チャー来たら戻しながら、人差し指と親指をつまみます。で、この形ですね。なんだろうこれ。で、こっちの、他の3本の指はこう縮まんないようにバラバラにしてあげる感じ。うん、ここにチャーラ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 ーたら、チャーラって持ってきます。来たらチーみたいなこと言うので、チーで引っ張りながらこの指を見る感じ。 OK？ ちょっとゆっくり最初からいきます。じゃあせーぶんチャーラ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 ー、うえチー、 OK かな、うえチー、めっちゃ早いです。じゃあせーぶんチャーラ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 ー、うえチー、はいはい。で、この時に、全体的に、そもそも指をこう使うっていうよりは、閉じてあげてしっかり使ってほしいので、最初も適当に、はっってなんないように、閉じて、ブン、チャ、ラ、ラ、ラ、来たらそのまま、フ、チー。そんな感じ。もう一回行ってみましょう。はい。シックス。ブン、チャ、ラ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 、ウ、エ、チー。来たら、むーんで、左のほっぺを触ります。ラーラ、チームン。結構早いです。せーの、チームン。いけたかな？で、この時に、この引っ張ったら、顔を正面に戻しながら、下を通って回して、こっちに来る感じ。そうそうそう。せーの、チームン。来たら、このまま、手を返して、上。で、この時に、こっちの時は普通に三角形で大丈夫なんですけど、このまま上に来ると四角形になる感じ。ここですね。うん。これが、ぶんちゃららちゃら、うえちむか、来たら、いっちゃいます。このまま人差し指だけ、ぴょこ、ぴょこ、ぴょこ、三回。せーの、一、二、三。うん。で、これをやったら、一、二、三、か。で、この肘を胸に当てるイメージで、は、で、せーの、か、はいはい。で、この時に、今言ったみたいに下をアクセントにしたいので、ただ、ふ、ふにならないように、ここすぐ早く、ぶ、せーの、ぶ、もっと早く、せーの、ぶ、もう一回、せーの、ぶ、そうそうそう。で、この時に、ここの左の耳のところが、ふって外れちゃわないように、ここを固定したまま、ぶん。で、持ってくる感じ。はいはい。したら、
じゃあここから行ってみましょう。うえちいきます。せーの。うえちむんか、1、2、3、か。OK かな。そう、この1、2、3がややこしくて、カウントにするとつうせむんはえんはん4,5,6 ぐらいで来るので、あの 1,2,3 なんないように、曲の途中からうんうんうんあで入る感じ。もう一回いきます。ここからじゃあ最初からいってみましょう。はい、6 うちゃららららうえちむんかはははぶん。 OK かな。もう一回いきます。5,6せーの。ぶちゃららららうえちむんか、1,2,3ぶん。いけたかな。でちなみにこの最後のこれと一緒にちょっとかで自分もこっちに寄せてあげてアクセント取ります。はいはい。じゃあさっきの座った足で一緒に行きたいと思います。覚えてるかな。左足だけ体育座りにして、右足はしっかり伸ばしてください。いきます。で、左手はこっちだ。いきます。5、6。ぶちゃららららうえちむんか、1,2,3あれ、いけましたか。もう一回いきます。5、6。ぶちゃららららうえちむんか、1,2,3あれ、はいはい。じゃあもう一回いきたいと思います。ちょっと早くします。で、ここのんちゃららららうれちむんか、1,2,3っていう風にうんうんって使っていってほしいので、最初もうえうえじゃなくてぶかあらあらうれちむんか、1,2,3ぶっていう風に、最初がゆっくりで、その後戻してくるときに全部速くするイメージで全部使ってみてください。ちょっと一回言ってみましょう。速くします。は、6。ぶかうめちゃらうえちむか、1,2,3ちゃらひ。いけたかな？もう一回いきます。は、6。ぶかうめからうえちむか、1,2,3あれひ。で、この時に私もそうなんですけど、左足がウイって外になっちゃいやすいので、ここはしっかり内もも使ってこのままでキープできるようにちょっと一緒に頑張ってみましょう。よし、じゃあラストテンポでいきます。そんなに変わんないかな。いきます。5、6。ぶちゃならならうえちむか、1,2,3チャラヒ。いけた？みんなだけでいってみよう。ガーファイ、6。ぶちゃならならうえちむか、1,2,3あれヒ。はは、もう一回いってみよう。で、この時にこのね、最初のムーンチームーンできたら、ここからもうずっとこめかみから手を動かさないようにしてほしいので、このまんまでこっち来てシュッシュッシュッ3回いったら、またこのまんまブンって持ってくるイメージ。さあ、ここが浮いちゃうと動いてしまうので、絶対こめかみをこの時につけておくように気をつけてみてください。よし、じゃあいくよ、みんなで。はっ、6。ぶちゃららららうえちむか、1,2,3あれひ。お、多分いけたのではないでしょうか。じゃあラスト一緒に行って次進んじゃいます。いきますね。5、6。ぶちゃららからあれちむか、1,2,3あれひ。来ました。来たら次このまんま手は後ろにこう回してあげて、こう流してきます。で、この流した後の手はそんなについてないので、適当にバンってなんなければ大丈夫です。うん、これがアーレンチムムムムムムン来ました。来たら
また同じ音、チャラララララ折れそうってくるので、チャラって左の膝をついてあげて、ちょっとこっち行きますね。このまま膝をついて回ります。で、左手が今ついてる状態です。で、右手は今流し中。このままチャラララで一回膝立ちになります。 OK ですか？このまま右の膝をに力を入れて、なーなで一回左足で立ってから、左足だけ立ててから起き上がる感じ。いけましたかね。もう一回いきましょうか。よっ、おちゃなーな、おーれひわんつか、スリーフォーファーシックスまでに起き上がってきます。シックスまで。もう一回いってみよう。ファー、シックス、せーの、ワン、カー、スリー、フォー、ファー、シックス、ハハ。で、これが回るのが、ワン、ツー、スリー、フォー、来たら、ファー、シックス。で、上がってくるイメージ。ラストいきます。ギャッ、せ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 ーの、ワン、ツー、カー、スリー、フォー、ファー、シックス、来たら、オーリャンソーみたいなこと言うので、このまま右足ちょっとかかとをアップして、下か下というかちょっと斜め下からオーリャンソーって上に上げてきます。 OK、 ハチャラファイシックスセブンエイ、来たらこのままいっちゃいますね。ワンツーで手捨てたらスリーフォーで、この形、左手はこのまま指を閉じてあげて、こっちかな、うん、にして、こっちはこう手を閉じて横にしたところから、人差し指と親指だけバラバラにしたところに持ってきます。おーな、来たらおーみたいなこと言うので、それで入れ替えます。このまんまこっちは閉じるだけ、こっちはこの2本、親指と人差し指をおーで、ゆっくり開いてきます。せーの、おー、せーの、おー、そう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 、これが1、2、3、4、6、7きたら1、ステル、3、4、5いけたかな。1、ステル、3、4、5 OK? じゃあ立っていきますね。これがおーれひ、1、つか、3、4、起き上がる、おーりゃんそー、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ。で、開きます。OK? もう一回いきます。ちょっと早く。ファー、シー、おーりゃん、ヒー、ワン、ツー、カー、スリー、フォー、せーの、ブーン。ワン、ツー、スリー、フォー、オー。OK? これだけならちょっといけそうじゃない？じゃあ最初から。もういっちゃいたいと思います。ギャー、座ったここのところからいきます。ギャー、ファー、シックス、ブタ、フネ、カラ、オーナ、チーム、カ、イチ、ニ、サン、オーリャ、ヒマ、ワーテ、スリー、ヒサ、ファー、シックス、下から、ワン、ツー、スリー、チャラ、オー、はで、この時にこのままで手にならないように、ごめんね、言ってなかったんだけど、こっち右の腰からちょっと左にこう軽くでいいので、はーで準備したら、おーって乗ってあげてください。 OK? じゃあもう一個早くします。頑張って。で、座った時の姿勢なんですけど、このまんま猫背でやっちゃうとあんまり可愛く見えないので、背中をピッと伸ばして、そう、ここの頭のてっぺんからお尻のところまでが、あの串が刺さってるイメージで、まっすぐさね、このまんまずっとワン、ツー、スリー、フォーやるイメージで、やちょっと早く、ファ、シックス、ブチャ、フレ、カラ、フリ、チーム、カ、一、二、三、オーリャ、ヒ、ワン、ツー、カ、ヒーザ、ファイ、シックス、セブン、エ、オー、ツー、スリー、フォー、ファー。いけたかな？もう一回いきます。じゃあラストテンポで2回いこう。やっ、ファ、シックス、ブ、チャ、フネ、カラ、オーリャン、チーム、カ、
1,2,3 おりゃひちゃなら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 、いけたかな。もう一回いってみよう。じゃあラストにしたいと思います。で、基本そんなにその場で、その場でから動かない振りになっているので、なんか、この回るの一つも、こうやって大きくってなるっていうよりは、スルッと回ってくるっと立って、その場でスッスッって踊るイメージでいきたいと思うので、あんまりそんな大きく大きくっていうよりは、綺麗に丁寧にやる方をイメージしてみてください。よし、いくよ。ラスト5、6。ブタブネから売りチームか、1,2,3あれひなななななななさななななな、オッケーかな。よし、じゃあこのまま大丈夫だと思うので曲でいきたいと思います。で、雰囲気がすごい柔らかくて可愛い曲なので、そこのイメージもしっかり持って踊ってみてください。じゃあ座ったところから音でいってみましょう。